そんなわけで、はい、久々にルイ・ヴィトンの新刊やってみようということで、はい、で今回はスタッフ私物のルイ・ヴィトンの作用があるんですけど、うん、こいつを、分解して職人目線でテクニックの観点から、うん、本物か偽物かっていうのを、今から、やっていこうと思います、はい。とりあえず外見から判断していくと、まず生地は綺麗に左右対称になってます。でルイ・ヴィトンのマークが真ん中に来てるんですけど、まあ、本物は絶対こうなってるんですけど、偽物の場合でもこうなってる場合はあるんで、まだこの時点ではどっちかは分かりません。ホックもしっかり高級層って言ったらあれなんですけど、偽物だともっと安っぽい形の悪いホック使われるんですけど、しっかり本物の高級層なホックを使われてます。今ほどいていってて気づいたんですけど、ここの2面見てもらったらちょっと見えるかわからないんですけど、糸を継いでる形跡があります。2面これがここで継いでたり、ここで返し縫いしてるっていうのは、ここはテンションかかるんでしてもいいんですけど、こういう別にテンションのかからないところでこういう風に継ぐのはちょっと本物にはあるまじき縫い方なんで、ちょっと怪しさが出てきました。ということでボディが外せ終わりました。生地全体見ても左右対称にきっちりなってました。ということで次はこの内装の方をほどいていきます ここにシリアル番号が入ってたんですけれども、この最初のこの番号で言ったら RA0020 って書いてるんですけど、この RA は工場のどこの工場で作ったかを示されていて、 RA はフランスの工場となります。で0020、これは2番目と4番目が2000何年かを示していて、1番目と3番目が何週目に作られたかを示しているんで、これだと0020なので00年の2週目に作られたっていうことが分かるんで、2000年の1月、10日ぐらいですかに作られた財布となります。というわけで、分解完了いたしました。まあ、今回財布なので、はい、しっかり作られているんですが、はい、まあ、パーツ少なかったんで、まあ、分解も早かったなという感じで、どうですか、分解してみた感想と、新刊判定は。今まで本物何個もバイオラしてきたんですけど、まあ、質感とか縫製も本物と一致してたんで、まあ、一箇所だけちょっと重ねて塗ってたところがあったんですけど、うん、そこは多分ちょっと手抜いてるのかなぐらいの感じで、うん、という感じで、以上新刊判定でございました。はい、次回そしたらこれなんとせっかく綺麗な形で使ってたんで、まあ、こういうボロボロの部分とか修理でもないですけど軽くリペアして、まあ、もう一回組み直してみようと思います。じゃあ次回も見ていただけると嬉しいです。それではさよなら。